これは勝ちました。これは完全に勝ちました。いやー、このギランティス、アークデーモン、そしてシルバーデビル、この3人が集まってしまったらもう負けるわけがない。そして見てみんな、この3人のイラスト、もうかっこよすぎて、もう負けない奴らのかっこよさしてるもんね。もうこいつらが負ける未来が想像できない。だからこれは勝ちましたと先に宣言させていただきますってことで、今回このねメンバーを使っていくんだけど、まあ、とりあえず、悪魔タイプとしてシンプルに強いというのもあるんだけど、生息地ロンダルキアっていうこの特別なね相性があって、これと HP が20上がると、まあ、20だからめちゃめちゃ上がっているというわけではないことから、まあ、そこまで重視するほどではないと思うんだけど、まあただ、まあ、メンバー一体一体普通に強い上に、しかも生息地ボーナスとかもあるって考えたらもう完全にロンです。これも完全にロンです。なので、今回はこのメンバーでやっていこうか。いや、今まではね、正直、まあ結構負けたりだとか、勝ててもギリギリの戦いっていうのは結構あったんだけど、まあ今回は、正直、魔王相手にも戦えるんじゃないかなという希望を持っている。なぜなら、こいつらが魔王レベルの、そもそも能力を持っているか。だって、あれだよ、なんだ、ハーゴンに呼び出された奴らの色違いよ。もうそんなん勝ったでしょっていう。完全に、そういうことなんでございます。もうこいつら前座に過ぎない。あれ？なんかいつもより強くね？あれ？これって一回戦だよね？あれ？なんか一回戦にしては強くね？あれ？まあ、メンバーのなんかね、こう、統一感とかないから、多分、普通に比べたら弱いんだろうけど、なんかメンバー一体一体が地味に強い気がするんだけど、気のせいか？なんかね、だってギガンテスでいたよ？なんかパクられてるんだけど。まあ、比較的いつもよりガタイがいい奴らとはいえ、まあ、こっちと比べてね、相性とかがあるわけでもなく、まあ、生息地とかがワンチャンあるかもしんないけど、あ、でも、そうだよな、ギガンテス、ロンダルキアだか、関係ないのか、まあ、いっか、とりあえず、何がいいかな、ぶん殴るようなず、ローガンの爪かな、なんか全部 A になっちゃったけど、これがなんか強そうな感じはするけどね。みんな、あ、でもイオナズンとか特に、まあいつも使ってて思うのは強いし、ローガンの爪もまあなんか前使ったら強かった気がするんだよね。いや、強すぎる。いいね。で、さらに、まあこっちら、あ、ギロチンね。もう怖いことしないでください。ただギロチンくらいだったら多分そんな効かない気がする。いけ。これは素晴らしい。お前たち強すぎるって、よく考えたら HP3000 超えってやばくない？もう緑、こいつら、やばすぎる。もうなんか、見てるだけでもなんか強く見えてきたもん、なんか、威厳があるっていうか、すごい強い。うわ。あ、まあ、それはそんな強くないか。あ、でも320くらいか。あ、強いな。なかなかやるな。しかも、なんか聞いてるとかマイクマンが言ってないってことを考えると、それでこんな感じって考えるとなかなかいいぞ。で、しかもさらに、ぶん殴る。殴る蹴るの暴行 !437!437! どんなのどもう出てきちゃう。ローガの爪、これね、会心じゃなかったらどんなもんかも、あ、でもこれギガンですが、防御弱いって感じなのかな。なんかアトラスじゃなんだっけ、なんだっけあいつ、なんだっけ、あ、でも違うの、ギガンテスの火力が高いからさっき聞いたんかな。あのさ、トロルキングだっけ、トロルか、トロルみたいな感じで防御が薄い可能性もワンチャンあるかなって思ったんだけど、まあ、とりあえずこいつが強いんだったら何でもいいでーす。オッケー、438いいね。いや、強すぎるマジでこいつらが。そのギロチンだったら多分大丈夫で、多分次のだ、多分って言い過ぎだな。ビッグバン使っていければそれでもうワンパンできるから大丈夫だし、イオナズンはさすがに決まんないかな。会心とかあるわけでもないし、イオナズンを唱えた。さあ、これで全体攻撃、残り HP150 に強すぎぶっ壊れ、ナメプのギガソラチュー。さあ、これでいいね、悪くないダメージ。お、なんか BGM がかっこいいぞ。マドハンド、プレズニアン爆弾は、全然強く見えないんだけど、1回戦の方、決勝と1回戦間違えてない？マジで？実はこいつらめっちゃ強かったですみたいな、そういうオチある？でも爆弾岩だって、笑うも別にできないしね。勇者だっけ、確か忘れたけど、なんか一緒にいるやつによってはそれが使えて、メガンテが使えるみたいな、そういう技あったと思うんだけど、それが使えるわけでもないから、あんまり強く見えないけどな、ローガンの爪。ちょっとここら辺から、どうしようかな、勇気ゲージ溜めない方向で行ってもいいかなって考えたんだけど、魔王戦に使、あ、なるほど。こいつはなんかあんのか、知らないな。一回見たことあるかもしんないけど。あ、うわ、僕が使う前に、にゃんたまアタック？何そのなんか、なんかのゲームでありそうだ。なんかにゃんたま？
あれか。あれだ。麻雀のゲームでそんなやつなかったっけ。うわー。あ、でも結構効くな。え、250×3 って考えると、750円めっちゃ効くじゃん。え、強っ。こいつらやばい。で、見た目に反して。見た目に反してすぎる。おい、僕のネタ潰さないで。僕がいずれやるかもしれないようなネタをここで消費しないでくれ。あー、ここ SP カード使ってもよかったかな。まあ、いっか。HP もうすぐ消えそうだから、勝てるな。さあ、ローガの爪で。あ、会心が来たらもう勝ち確定。さあ、いけ、ローガ。あー、避けられるのはまずいか。勇気ゲージここで使っちゃうのちょっともったいないから使いたくないんだよな。ベロリンミスト、なんだそれ。ベロリンミスト？ベロリンミスト？ああ、おー、まあ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 。まあ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 、別に特になんもなし。足を掴むはそんな強くなかった気がする。ガラクドそこに引きずり込まれる225を掴んではいないけどね。足を掴んでないんだよな。胴体掴んでんだよな。さあ、イオナズン。どんなもんか。さっき多分見たけど忘れました。353。ギガンテスの火力で多分足りるかな。まあ、相手にもよるけど、爆弾岩とかじゃなければ多分、400くらい与えられるんじゃないかな。食いつくはちょっと大丈夫だと思うけど。あーまあ209、あ、全然大丈夫だね。いや、強いな。ロンさんたちが、やられる気配がないもん。消えな。え？見てなかった気もするし、見たような気もするから、一応見ます。ハイヒール、モモコアタック。あ、おお、なんだろう。お前、マイクマン何サボってんねん。烈空かかと落とし。ダーマ神殿に何の恨みが。ダーマ神殿がかわい、え、ここダーマ神殿じゃん。え？そういうこと？え？反映されている。正直自分負ける気がしないでやんす。ゲーマーさんでやんす。ドラクエウォークで今ボスモンスターとしてメガモン討伐としている出てるゲーマーさんでやんす。さあ行くか。まあゲーマーさんだったらまあ普通に行くか。これでまあなんか呪文系効かない可能性あるから串刺しでもワンチャンありだけど、まあただイオナズンじゃない、アークデーモンがそもそもね物理よりは賢さ高めだから、まあどっちかというとイオナズンの方がいいのかな。まあもしくはどっちにしても変わんないくらいかな。さあ全ての効果を消し去った。まあただ逆に言えばギガントドラゴンじゃない、なんだっけ、ギガンテスか。ギガンテスはかなり効くと、まあ、あとローガンの爪も。あい、400いいね。まあ、魔王系だから若干効きやすいっていうのもあるだろうけど。さあ、イオナズンがどんなもんか、ここが若干気になるところ。イオナズンを唱えた。さあ、どんくらいでしょうか。324か。まあ、悪くはないけど、良くもない。そして、ここがだいぶ効くんじゃないかなと踏んでんだけど。殴る系の暴行、462。悪くないね。すごいダメージ。あ、待って。これ勝てるくない？これワンチャン勝てるよね。だって、HP はもうこっちの方が今有利な状態でしょ？で、しかも、時間的にも多分、6ターン以内には勝てるはず。うん、火力的にはね。さあ、これで、401ダメージ悪くないです。で、そうだね、400、300、400で合計、1ターンに1100くらいのダメージ与えてるから、勝ったぞ、これ。待って、こいつら強すぎる。え、待って、やばい。やばくないこいつら。めっちゃ強いじゃん。え？おい、大会出ちゃうよ、この人たち。知らんけど。大会があんのかが知らんけど。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー、なんか大会あるらしいけど、大会知らんのよな。どんな感じなのか、一回も見たことないから。え、どうやってやってんのまず。モンバトの大会でどうやってやってんの？ゲーム機持ち込んでんの？それともアーケード版やってんの？どっちかわかんないけど。どうやってんだろう？わかんない。気になるな。なんか、やってないのかな？ YouTube とか載ってないのかな？ちょっとわかんないわ。多分、昔のゲームだからさ、なんか載ってんのかな？あんま載ってない気がするけど。さあ、そしてイオナズンで攻撃していく。さあ、これ次のターン勝ちだな。これは、ほぼ間違いながらもう、凍てつか波動なんで、むしろ、あなたたち勝ってくださいって言ってるようなもんだもん。石化すればいいものを。ゲーマーさん、あなたリメイク前の状態かもしんないわ。ゲーマーさんもしかしてリメイク前ゲーマーさんだわ。この感じ。リメイク後のゲーマーさんだったら、問答無用で石化使ってくるはずだもんな。さあ、541ということは、それすなわちビッグバンで終わり。なんだこの HP の差は。2225vs541 で、ビッグバンでおしまいですと。いや、強すぎる。やばい。負ける気がしねえ。これワンチャン、もしこれでさ、大魔王勝てたらもう、なんか、こいつらでどこまで勝てるかとかやってもいいよ。なんだったら、あれだな。連戦連勝しなきゃいけないさ、ストーリーモードまだ残ってんだけどさ、あれこいつらでワンチャンいけるんじゃねっていう。ワンチャンいけるんじゃないかなってちょっと希望持ち始めてるよ。
あ、ドラヤマやめて。オッケー、よかった。ドラヤマはちょっとね、話変わってくるから。オッケー、ミルさんね。今、ドラゴンクエストウォークでちょうど今、ボスモンスターとして到着した。僕がちょうど、ガチャでメラ属性の武器をゲットしたことによって、だいぶ倒しやすくなって、すごい嬉しいなって思っているあのミルドラースさんじゃないですか。ドラクエウォークやってないと絶対わかんない。まあ、とりあえず、まあ、AAA でしょ。まあ、ちょっと、どうなんだろう、ギガンテスの B ボタンとか、まあ、そこそこ、いけそうな気もするけど、やっぱりなんか安定で強い気がするんだよな。先制攻撃。シルバーデビーに関してもローガの爪安泰だと思うんだけど、なんだっけあいつ。ハーゴンか。ハーゴン使った時にだいぶ強かったから、それ以降ずっと使ってんだけど、ぶん殴る突進していきまーす。悪くないね。で、しかも、あ、そうだ、有機 A 溜まってるから、勝ったな。あ、でも、耐久だな問題は、戦とか食らいそうで怖いな、ギガンテスとか。やばい、怖い。ああ、命を刈り取ろうとしている攻撃方法。そんな突き刺し攻撃はもう、命刈り取ろうとしていますじゃん。そしてイオナズンは250効かないなぁ。お、来ました。そして、まあ、ここで3300くらいのダメージ与えて、もし HP やばそうだったら、そうだな、復活するスペシャルカード使うというのもありだけど、まあ、ここはとりあえず目には目を、歯には歯を、そしてミルドラースにはミルドラースを殺しますよ。ミルドラースブッサイクだな。なんか体に使用できてるもん、なんか。多分、生活習慣病にかかってるんだろうな。この感じは絶対に、明らかにそうだもん。な、太ってるだけだったらまだいいんだけどさ、この反転はもう完全に凍てつかハードナイス。いやもう忖度がすごい。ロンダルキアメンバーへの忖度がすごいよ。ハーゴンが根回してんじゃん、完全に。さ、これはとりあえず、待って、これビッグバンで勝てんじゃないの？ビッグバンでいけんな。オッケー。勝ちました。皆さん。あれ？強いぞ。こいつら。最高だぜ。おいおいおい。勝っちゃうよ。どうしよう。マジで強すぎるんだけど。灼熱の叫び一回だけ見よっか。どんなもんなのか。灼熱の叫びだ。どうしよう、これで400とか食らったらさすがにないか。はい。306いいね。いいダメージ。ぶん回していくか。さあ、ラストは使ってなかった技。441強すぎぶっ壊れ。ちょっと待って。こいつらマジで強い。いや、もしかしてたまたま運が良かっただけかもしんないんだけどさ、やばすぎる。おいおいおい、説得力がちげえ。このおたけびが、今までだったらなんか嘆いてらーってなってるだけだけど、こいつらマジで強すぎる。いやー、ハーゴンの上位互換来ました。ハーゴンは魔王系だから普通の戦いじゃ使えないけど、こいつらは合法的に使えます。やばすぎる。いや、いいね、これちょっと気に入ったよ。ワンチャン使うかも、今度。まあ、とりあえず、まあ、ね、今後、いつ使うか分かんないけど、ワンチャンあるわ。フローラさん、これって持ってたっけ？このイラストは持ってなかった気がすんな。一応持ってはいるけど、みたいな感じで。いいね。これちょっとマジで強いぞ。強えよ、こいつら。こいつら強え、マジで。しかもこれさ、多分行動力一段階アップもだいぶ効いてると思うわ。これで先手をほぼ確実に取れる。まあ、先手がこれによって、なんか上がってるのかちょっとわかんないんだけど、行動力の、なんかゲージがよくわかんないけど、素早さみたいな感覚なんだとしたら、だいぶこれの恩恵もあるし、HP にやっぱ正直微妙だけど、シンプルにこのメンバーが強いっていうのはある。いや、強いな、こいつら。特に、やっぱり、ギガンテスさんがね、強かったわ。アークデーモンとか思ってたよりって感じだったんだけど、ギガンテスさん、あと、ま、アークデーモンもね、多分、ギガンテスとか、シルバーデビルがあんまり活躍できない時に、補欠的な感覚で、アークデーモンが呪文で一気に大ダメージみたいなこともできると思うから、バランスがいいね、やっぱり。で、しかも、ただでさえバランスがいいのに、HP も高いという、このもう、30、40構造。もう、これは正直、論です。